アントニヌスの頂上とハドリアヌスの頂上の位置、ハドリアヌスの頂上、ハドリアヌスの頂上はイギリスの北部にあるローマ帝国時代の城壁跡。抗議にはローマ帝国の国境線を防御する防御壁、リメスの一部であり、ローマ帝国最北端の国境線でもある。2世紀に第14代ローマ皇帝ハドリアヌスにより建設された。 ハドリアヌスの頂上は1987年にユネスコの世界遺産に登録された。ハドリアヌスの頂上はイングランド北部、スコットランドとの境界線近くにある。ローマ帝国は一世紀半ばにブリタニアまで領土を拡大させたが、ケルト人の侵入に悩まされていた。そこで皇帝ハドリアヌスが頂上の建設を命じ、122年に工事が開始される。 完成には10年の歳月がかかった。作業者はローマ帝国の支配地から動員された。領土拡張を続けていたローマ帝国が拡張政策を続けることを断念した政策転換点としても象徴的な建造物の一つである。完成当時は入荷するアポンタインからカーラエルまでの1 1 8キロメートルにも及んだ。壁の高さは4から5メートル。 厚さ約3メートル。後の型で建設された部分は約2.5メートルに狭くなっている。完成当初は土塁で、その後に石垣で補強されたと考えられている。約1.5キロメートルの間隔で監視所も設置されていた。また、6キロメートル間隔で要塞も建築され、要塞には500人から1000人のローマ兵が配備されたと推定されている。 この頂上は文化的境界ではなくあくまで軍事上の防衛線として建設されたがスコットランドに対する防御壁としてローマ帝国の支配が及ばなくなった4世紀後半以後も17世紀まで使用されていたこのためイングランドとスコットランドの国境として半ば固定化し現在のイングランドとスコットランドの境界線にも大きな影響を与えているハドリアヌスの頂上は 長さは約 117.5km にも及び、城壁の厚さはその壁の材質によったとされる。場所により、城壁の材質は異なった。アーシング、川東部の城壁は四角に成形された石材により構築されており、壁の幅は約 3m、高さは約 5m から 6m に及んだ。それに対して、アーシング川西部の城壁は、 芝や土を固めてできた材質のものであり、幅は6メートル、高さは3.5メートルほどであった。この芝壁は後に建て替えられ、石の壁に変えられた。なお、これらの寸法は城壁のみのものであり、堀や犬走りなどといった、付随施設は含まない。頂上の中央付近は、3メートルほどの基板の上に、約2.4メートルほどの厚さのある壁が、そびえ立っていたとされ、 この一部は現在に至るまで残っている。頂上のすぐ南側には堀が掘られ、壁と平行に並ぶ二つの土塁に挟まれるような形で構築された。この堀はバレムと呼ばれるものであり、このラテン語が英語におけるウォールの語源になったとされている。このバレムは頂上より保存状態が良く、現在でも多くの地点で残っている。城壁はこれまでに 多くの石が盗まれてしまっている。ありがとうございます。